よっとしないと見られないもん、ババで。魔法の鏡を持ってたら、あなたの暮らし映してみたい。もしもブルーにしていたなら、偶然そうに電話をするわ。できることならもう一度、私のことを思い出して、あれが最初で最後の本当の恋だから、あれが最初で最後の本当の恋だから、今日も同じ街のどこか、あなたもきっと眠る時間ね。手帳につけた誕生日もそっと遠くでお祝いするわ。8月ね。こんな時にはどうしてもあなたに会いに行きたいけど、あれが最初で最後の本当の恋だから、あれが最初で最後の本当の恋だから。鏡よ鏡よ鏡さん、みんなに合わせてくださいな。あら、けさおちゃん、けさも早起きね。あら、ダムコちゃん、あなた、あなた、男性だったの？できることならもう一度、私のことを思い出して、あれが最初で最後の本当の恋だから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 。楽しい楽しい、おこまどす、コラボありがとう。名古屋へ行ってたんですか？はい、熱海近いけん、よかったら寄ってください。はよ、熱海で会ってね、会ってね、それまで待ってね、待ってね、そまんぬ座敷の女座しならば、いかにゃならない今夜のお太郎。あなたは変わってくれるわね。元気だよ。二人であげるわ、あげるわ、私の真心、真心、客と芸者の垣根を越えて、ただの女と男になって、歩きましょうね、ゆのばそれまで待ってね、待ってね。
ってよ。たくさんうちのお座敷に来てくれて、おおきにどす。とてもうまいね。待ってね、待ってね、あとから行くわね。同じ汽車では行けないけれど、遅くなっても。お紅茶屋よ、他の芸者呼んじゃいや、あたりであってね、それまで待ってね、来るよ、待っててね、待ってね、誰にも秘密よ。内緒に帯に挟んだ手紙をそっと抜いて差し出す。たもとを濡らせ。熱い涙の恋心。それまで待ってね、ジャブ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 。レンコさん、いつもお気に、これからもよろしゅうお頼み申します。よろしく。レンコさん、お久しぶりどす。ボート休んどったけんね、島にね、なかなか行けへんかったんよ。